っていうのが分かるので、そういう周りの動きを見ながら。いたー、落ちてくる、降りてくるんじゃない、これ。地温が近づいていく。うーん、おっと、ハワイはこっちだ。わー、残念。これはなんか鳴き声が聞こえるな。最初4人しかいなかった。あれ4人いいぞ、いいぞ。Dead by day right. なげえ。めちゃくちゃマー使うな。今回皆さん聞こえてますでしょうか。改めましてようこそ Dead by Daylight の世界へ。声優の小野友紀でございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ早速今回もゲストの紹介いっちゃいましょうかね。まずはこの人です。誰から行くんだ。赤澤亮太郎です。よろしくお願いします。マジで。おまず今日は亮太郎から行きましたね。よろしくお願いします。いつも落ち担当なんでなんか寂しいな。いや今日はもう誰かに譲りますよ。あ、そうですか。誰か、はい、誰かに言ってね。わかりました。よろしくね。今日はお願いします。はい。さあそして、あ、宮崎優です。よろしくお願いします。お願いします。優くんでございます。お願いします。そしてはーい、北村亮です。声わかんないんだよな今回。声しか聞こえなかった。北村亮です。よろしくお願いします。やった、亮くん、ありがとう。よろしくお願いします。ということで割と恒例になりつつあるこの4人で今回お届けするんですけれども、はい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 、特別講師としてこの方をお招きしております。どうぞ。画面の前の皆様こんにちは、メルクラでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんと発表的には急遽になってしまいましたが、いいし今回そうなんですよ、あのベルクラさんが特別講師として 2,3 分前に到着しましたからね。すごいですね。ギリギリで参加していただいてありがとうございます。いいえ、とんでもありません。いやというわけで今回ですね、コンセプトを新たに、はい、初心者講座みたいな、言い方をタイトル的にしております、うん。まあ、初心者っていうのはあの僕はじめ我々みんなですね、うん。はい、この前オープンレックさんの方のね、あのデドバの公式番組出させていただいて、はい、やっぱりまだまだ皆さんにお見せするにはスキルも何も足りないなってことを改めて感じまして。いやー、そうなんですよ。はい、うん、そうね、まあこのメンバー内ではね、うん、割と俺も頑張ってプレイをしていてうまくはなってきてはいるんだけれども、うん、やっぱりこうプレイしてる皆さんに楽しんでいただく域には全然まだまだ達してないなというところなので、急遽ちょっとね、うん、先生お願いさせていただいてと、うん、そうベルさんの動画僕もね結構見させていただいてて、特にあのたまたま優しいレースに当たった時にみんなでこう一人一人あのゲートを開けに回るみたいな ね、 あ、 ね、うん、あー俺も見たあれ。ネタのやつですよね。そうなんですよ。あれとかね、ああいう動画とかちょっと見させていただいていたので、はい、そんなベルさんとね、あのこの前の番組を通してお会いして、うん、この度正式に本当にお声掛けさせていただいて参加していただいているということで、はい、いや、すごいな。いや、恐ろしいですよ。すごすぎる、ね、そんなとこに いいんですか、参加しちゃって。いや、本当だ、逆です。こんな、なんか参加していいのかな。小野優さんがもうまだまだペーペーだったら、俺らまだ生まれたての小鹿ぐらい震えてる、足も震えてる。まだプル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 。まあでもね、1000時間までがこのゲームはね、チュートリアルと言いますから。まだまだでございますよ。はい、さあまずはこのデッドバイデイライトのゲームのご説明していきます。初めての方もねいるかもしれないので、ね、説明していきましょう。デッドバイデイライト、通称デドバ、デドバイ DBD ってね言いますね。これ一人の殺人者キラー対4人の、まあ、生存者サバイバーの対戦の非対称型対戦ゲームみたいな感じになっておりますと。この悪の神様みたいなエンティティ様がね用意した、まあ、死の、まあ、デスゲームみたいなやつですね。フィールド内7つある発電機のうちの5個の電気を通すと、あの出口ゲートが通電しますと。2個あるんですけれども、その片方でもこうゲートを開けてそこから脱出するっていうのがゲームの目標になりますと。でもその間ですね、こうキラーといろんな攻防がありまして、こう1回攻撃されると血が、まあ、出るだけでまだ移動できるんですけれども、2回攻撃受けるとダウンしてしまいます。這いずり状態と言います。でその状態になってしまうと肉フックにキラーによって吊るされてしまいますと。
吊るされるの3回目で即死亡となりますと、まあ、2回目はこう救助をしてもらえるんですけれども、3回目はもう何もできずにそのままエンティティ様の元へ召されていきます。いろいろこのキラーと攻防していくにあたって、サバイバー側キラー側それぞれ、まあ、スキルみたいなのでパークっていうのがありまして、それにいろんな種類があるんですけれども、それは随時紹介していきたいと思いますみたいな感じで、ベルさん説明合ってますよ、はい、全然もう丁寧すぎて、もう補足する必要が全くなかったです。うわ、ありがとうございます。よかった。完璧じゃないですか。ありがとうございます。なんとか1ヶ月でここまで、ここまでは。いや、1ヶ月になりましたけれども。思えばまだそう2ヶ月経ってないんだよね。マジか。すごいですね。そういえば、そうなんですよ。すごいな。で、まだ100時間ぐらいのペーペーですから、僕も。プレイ時間的にはまだまだ。そう。まあ、でも、ようやくね、先日初めて10まで来たんですよ、ランクが。サバイバーランク10、画面見えてますでしょうか。そうなんですよ。なんとかね、ここまでは来ましたけれども、まだまだなんですよ。ベルさんのね、お力をお借りしつつ、ぜひね、ちょっと一緒にプレイをさせていただければと思っているんですけれども、今回ですね、ちょっとあの趣向がいつもと変えていきたいなと思っておりまして、あのベルさんには実は僕のプレイ画面を今見せてるんですね。あの通信の方で見ていただいてます、うんうん、今見えますかね、ベルさん、僕の画面ちょっと見てみましょう。はい、ですね、通信アプリの見えてる、あ、見えてます、見えてます。画質とか大丈夫ですか。はい、大丈夫です。ありがとうございます。実は今回ですね、まずは僕ら4人でキラーできるぐらい、サバイバーをやっていきますと、はい、で、あの野良のキラーの野良鬼さんたちとやっていきますよと。で、その僕のプレイを最初ベルさんには見ていただきます、うんうん、お、はい、で、1試合2試合ぐらいその終わったところで、まあ、いろんなこのアドバイスとかもいただきながら、うん、やっていって、で時間があれば最後、カスタムでベルさんとも一緒にやれればなというような構成をしたいなと思っております。ただこの際ご注意で、もちろんあのノラのお兄さんとやらせていただくので、プレイはいつも通り失礼ない範囲でプレイをしつつ、で、あの連携もお兄さんに一方的に不利になるような情報はあまり言わないように気をつけましょう。で、ベルスさんちょっと難しい立ち位置なんですけれども、僕の画面から分かる情報に関しては教えていただいて大丈夫です。そこは勉強という手なので、ただそれをもとにあの他のあのみんなが動いたりとか極力控えましょうとちょっと難しいラインなんですけれどもね。いや、確かにまあね、そっちは気にせず、極力フェアにやっていければと思っております。というわけで皆さん、概要の方大丈夫でしょうか。プレイヤーの皆さん、大丈夫です。ありがとうございます。そしてリスナーの皆さん、いかがでしょうか。そんな感じで今回ね、コンセプトでやっていきたいなと、うん、はい、学び直すという形でやっていきたいと思っております、うんうん、という感じで、ありがとうございますということです。あ、そうなんですよ、コメント千代さん、小野優さんの個人事業かって書いていただいてるの、その通りなんですよね。ほぼほぼ僕の、ね、マンツーマンで見ていただく贅沢な、ただの2戦目とかね、別の要はその通信アプリの方に自分のプレイ画面を映して大丈夫なパソコンを持つメンバーがいたら、はい、映していただいても大丈夫です。で、そっちをベルさんに見ていただくっていう手もあります。いいですね、せっかくの機会なんでね。なるほど、そうですね、うん、なので、まあ随時アドバイスもいただけると嬉しいですし、その場で言うとちょっとなっていうアドバイスもしあれば、後でこのシーンのことに関してなんですけどみたいに言っていただければと思います。はい、よろしくお願いします。了解しました。いやー、ちょっと面白くね、このやり方。いやいや、なかなか貴重なねえ、うん、いいんですかっていうぐらい贅沢な時間ですけど、まあ、僕らはアーカイブで勉強させてもらいます、ね、それも手かもしれませんね確かに。なるほど、はい。で、あ、ちなみに聞いてる皆さん、音量どうですか今回、大丈夫ですか。チェックの方一応やっていきたいと思います。どうでしょ う, どうでしょう。僕ちなみにコントローラー派ですね。この中でコントローラー派じゃない人いる、キーボード派。うんうん、北村です。お、宮崎のキーボードです。おお、そうなんですね、うん、はい、俺と亮太郎がコントローラーと。コントローラー、はい、コントローラー、うん、っていうことだ。キーボードなので、うん、はい、キーボードなんで、本当に上級者になるのはキーボードらしいですね。そうです、やりやすいです、うん、はい、そうなんですよね。ただ僕、長いことマウスを持っていられない体でしてね、実は不思議な、そこの前でメンバーにはちょっと話しちゃった。なんかね、指が固まっちゃうんですよ、マウス持ってると。そうだからね、その制限があって僕はコントローラーでやってますけれども、楽しくやっておりますんで。小野湯さんが使えるマウス開発されないかな、うん、いや本当だよねえ、そうなんですよ、うん、というわけでやって、あ、音量もね、皆さん大丈夫だそうです。今日音質大丈夫だって。大丈夫だ。そうなのよ、亮太郎もなんかいじられなかったね。任せてくださいよ亮太郎もなんかもう音質良くなっちゃって
逆になんか、りょうくんの音質が。そうなんですよ、僕はね、ヘッドセットのただついてきたマイクなんで。ね、はい、なるほど。あれで、じゃあ最近でもマイクを変えようと思って、うん、おっ、ちょっとあのイヤホンで最近 FPS よくやってるんですけど、なるほどね。で別でマイクを買ったんですよ、うん、でもちょっとやっぱ僕自身は配信してないし、うんうん、ちょっとあんまちょっとこう高いものに手出せなくてピンマイクにしてみたら、ね、どこ行っても声が小さいって言われる。あれもしかして音質カスを襲名する時が来てしまったんですか、りょうくん。引き継ぎました。北村亮君に引き継ぎたいと思います。そんな引き継いでいくんですか、これ。何度も何度カスを引き継がせていただきました、北村亮です。よろしくお願いします。2代目です。ってことは、亮太郎のいじりどこなくなっちゃったね。え、つまんないやつになっちゃったそうよ、コメントの方でもね、あのいじりどこなくなって寂しい回だって、千代さんはまたあれですえ、嘘、え、何それ、どういう感度めっちゃ上げますか。いいんですか、我々でいく。我々で、せっかくいいのに一回初心を取り戻して、せっかくいいのにねえ、さあそういうわけで、もろもろの整理がついたところでやっていきたいと思います。じゃあまずは何やともあれ、もうね、スタートやっちゃおうかな、準備、はい、準備完了していきます。野良鬼さんなのでね、マッチングがどうなるかと、まず全員準備できましたと。めちゃくちゃ派手ですね、皆さん。そうなんですよ、この時点で、うん、ややエンジョイ寄りなんですよ、すでに。特にこの蛍光緑はこやっていて、やっぱりこのこだわりというか、これを着た状態で脱出したいみたいなところがね、丹生太郎改め亮太郎君にはありますのでね。いや、おしゃれした方がね楽しいですから、ね、そうなんですよ。いや、もうそのためのスキンだと思ってる、ね、ただ素人やると見つかりやすいだけというね。間違いない、まあ、タゲは取りやすいかなと、ターゲットには、ね、はい、なりやすいかなと思いますけど、ね、キラーのヘイトを買いやすいですからね。亮太郎は脱出できたことあるの、この蛍光緑で。数回です。数回そう、俺さ、亮太郎と一緒にこう自主練やってる時さ、ランク全然下がったりすんなみたいに思ってたんだけど、一人でゆっくりやってたら10まで行ったね。おい、後で言ってくれ。なんかね、今回すんなり一人でやってたらすんなりだったんだよな。足めっちゃ引っ張ってんじゃん。初めて10に到達しましたけれどもね。レベルを見るとやっぱバレるんですよ、うん、はい、俺と亮太郎だけ全然普段デドバやってないっていうのがバレる。いやいや、これもそれぞれの時間ですから。そこは全然ですよ。でも派手っていう、でも派手、すごいよ。そうだよね、やっぱりここは、うん、あ、マッチングしました。いい、あ、はい、1番、1番を取っていきます。1番です。いいですよ。お、タンシオ君上手くなってきてると思うよ。ももさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ねえ、アイテムもふんだんに持ってますね。そうですよ、いや、もう出し惜しみなく、うん、あ、ババさんも今日も蛍光色輝いてます、頑張ってください。だって頑張れ、モレル。さあ、マッチングです。よし、やっていきましょう。一応僕のパーク構成先にちょっとお伝えするの忘れてましたね、はい、一応絆をメインにつけております、うんうん、絆はね、ある程度の距離にいる仲間が黄色く見えるという、パークでございますと。あとは有能の証明ですね、一緒に発電機を回すとペースが上がって良い、経験値も上がるというやつでございます。主にこの2つを僕はつけております。ほ、うんうん、い、残り2つは何を今回つけてきてるんですか。あ、残り2つのうち1つ何だったかな、いつもその枠を変えてるんですよね。一つ確実につけてるのは僕ずっともです。ああ、なるほど。オンエア中のこのプレイでさえも経験値を上げるためにつけてます。あと救助式が上がるんですね。救助すると、安全に救助すると経験値がアップするっていうパークでございます。さあ、ハドンフィールドランプキンレーンで開始。うわー、怖いなー、久しぶりだぞ。怖いぞー。さあ、もう一つあれですね、僕あれつけても結束ですね、救助意識を高めたいので、はい、釣られても安心と、はい、つけております、うん、さあ、まずは矢探し、矢探しというわけでやっていきましょう。このマップなんかすごいすごい、うん、このマップは真ん中に必ず地下があるんで、うん、結構ね、怖いですよね、うん、そうなんです。すぐ地下に持って行かれちゃったりするんで、うん、マジか。まずはゆっくり周りを見ていきます。室内に発電機あったりしますんでね。この声は、あれ、これはもうね、わかりますね。この声は早速ですか。歌ってらっしゃる、歌ってらっしゃる。あー、来た。こっちに来た。あーっと、出せる。こっちに、こっちに行きましょう。マジか。こっからのフェンスを頑張ってください。さあ、後ろから、あー、見つかった。なるほど、見つかっている。ここで、あー、失礼。危ねー。板の方にできるだけ避ける。よし、避ける。でもこれはちょっと、ここですね。
まさにこういう時にできることをちょっと増やしたいんですよね。今ね、後ろ見ながら避けるっていう基本は一つできるようにはなったんですけども、あれで避けた後も距離を詰められると結局避けられないので、そうなんですよ。今のは攻撃を受けてから今度離す、その距離を離すっていう行為ができてなかったんで、すぐ詰められてしまったと。この辺りでうろうろしない方が良かったんですね。いえ、あの全然歌声が聞こえてきてる時点で、あの仕方ないことがあるんですけど、ああいうふうに事故で立ち合わせちゃうことはよくあるんで。なるほど。攻撃食らった後冷静にこう板とか窓枠を探してこう走り出すっていうのは重要ですね。ってことですよね。その走り出しの時に僕は狭い方に行っちゃったってことですよね。多分あの味方になするのを警戒して逆に行こうとしたら、それが狭い方だったっていうような優しさがちょっとね。なるほどな。その中でもでき、ありがとう。できることをちょっと増やしていきたいですね。さて、助けてもらって。ここで注意した方がいいのか、マップの端っこに容易に行かないっていうことなんですよ。僕、端っこ行きがちですわ。必ずやり始めた人はマップの端っこに行こうとするんです。確かに。何にもないんですよ、マップの端っこって。端じゃない方がいいんですね。きちんと強固地と言われる部分、板だったり窓枠がある建物、ちょうどその目の前にある建物は、あ、やばい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 、面で使用する。俺どどう、頑張る。やばいやばいやばい、見つけるのか。来てるか。こういう時って回復お願いしない方がいいですよね、おそらく。全然走れない、全然走れない。場合によりますね。今だったらもう回復してもらって。今チャンス、よし、お願いします。そこのモレルさん、お願いします。いいですね、いいですね。ただ近づいては来ている。近くに釣られる。近くに釣る。あ、すぐそこだった。これは。あ、これすぐ助けない方がいいですよね、多分ね。一回離れた方がいいと思います。でも今はいける、今行っちゃおう。ここは行っちゃおう。ここはですね、本当ケースバイケースなんですけども、今のは離れてくれたので良かったですね。結果論ですよね。なるほど。おそらく本当は助けない方がいい。状況判断だな。本当に小野さんの場合、自己治療がない分、結構シビアな動きになってですよね。ちょっと味方にやっぱ助けてもらわないといけない。そう。怪我すると。あ、しまった、めっかった。ドキドキが止まらねえ。建物を使ってチェイスするようにしましょう。あ、セーフ。今のは見られてなかったってことですかね。よかったです。しゃがんだのが功を奏した。なるほど。そして、あ、いや、来ちゃったな、これ。え、ちょっと待って待って。来てるな。怖い。これ。ケアするときも、どこだ。マップの端に行かない方がいいんですかね。セルフケア、ケアですか。痛い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 。治療するときは、できるだけやっぱ殺人鬼に、その、治療する音が聞こえないところでやった方がいいですね。行った。よし。じゃあちょっと一緒に。なので、よしよしよし。そういうところで。もうちょっと中にやりたい。もうちょっと中にやりたい。よしよし。でも、前とか結構やっちゃうこと多いんですけど、それって。あ、今全然自分の血の先でいいよ。いや、ここはお姉さんに生き残ってもらうべく。ここは。ここは完全に治療できるはずですよね。あ、来るぞ。助かります、助かります。ここで二人でずっといるのすごいもったいないんだよ、本当に。これやばい。だけ発電機をこう探しに行きましょう。よし。はい。よし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 。ここにばっかりいないで発電機。そうですね。で、この建物って必ず大体1個地下にあるので、それをまず下に降りて探すっていうのはいいですね。で、下に降りるところを探してください。小野さんの場合。この真ん中寄りの発電機はどうなんですかね。トライするのは。あ、全然こう触れるタイミングなら全然触っちゃってもらえます。ピーポー。よいしょ。サンキュー。ピーポーピーポーはなんだ。でもここら辺は大体目立つので殺人鬼に追われることになりやすいので気をつけながら。今奥に見えてましたね。そうですね。ああいうところをこう殺人鬼を目で捉えながら治療するっていうのは修理するっていうのは重要ですね。なるほど。ただこの場合こっちが、あ、でもこっち側ちょっといけないか。ここでゆっくりやっていく。そうですね。こういう時って度胸とかもね重要になってきますからね。周りを見ていく。周りを見て。今こう周りで絆で分かる通り、もう一人が、そうですね。家の2階でやってるのがね、丸分かりになってるんで、この動きで殺人鬼が近くに来るかどうか分かるわけですよね。2階にいる方が警戒してるときに、あ、近くに来てること。っていうのが分かるので、そういう周りの動きを見ながら。いたー！落ちてくる！降りてくるんじゃない？これ！構えてる！構えてるよ！怖い。さてこれは板をいけるか？
あ、これでも投げられる。これがね、重要なポイントですね。ゆうきさん、肉亀、肉亀かい。ゆうきさん、いや、こっちは、こっちにはないか。マップの端っこは、こっちにはないか。なるほど。そこの北村は、あー、避けらんない。今のは、奥に避けるべきだったのかな。これは難しいんですよね、本当です。斧を避けるっていうのは後ろ見ながら。先ほど言った地下がある部屋の方に入った方が良かったかなっていう感じですね。なるほど。ただ地下がまだ分からないんですよね。あ、なるほどなるほど。間に合ったか、間に合った、間に合ったか。あ、こっちに避けるの良くなかったな。よしよしよし。また投げられちゃうか、投げられちゃうか。蹴る、蹴る時間がある、蹴る時間はある。入ってください、建物の中の方に、中の方に。よしよし、ひとまずこういう板がある方にね、ひとまず逃げられた。また表通り来てるのか。あれか、あそこだな。もう開通しちゃっていいですか。開通しましょう。あ、いいよ。早い。発電機がね。ね、サンキュー。で、俺も近くにはいるけど、もう一個も確認と。もう一個後ろの方にあったと。で、ちょっと頑張ります。オッケー。了解。さて。これは安全に開くことができますね。よいしょ。うん。オッケーです。さてと、こっからだな。こっから、こっからだな。どうする、行かないかが、これがね。さあ、どうする。いや、ゆうくん大丈夫、任せとけ。こういう時って開け切っちゃっても大丈夫なんですか。あ、もう、あの、場合によるんですけども、うん、あの、仲間のためを持って寸止めするなら、それも良きかなと、うん、なるほど。じゃあ、ここは寸止めで救助を待つか。で、自分も誰かに治療してもらうで参戦したいですよね、うん、できたら。そのですよね。あ、なるほど。あ、でも救われたので、救えた。つまり一旦開けておく。お、開けた、ね、さあ開けておく。みんないけるか、いけるか。あ、来れるかな。一応ここで救助、一人が肉壁を直してもらって、いけるかもしれませんね。その間にみんなどうだ、いけるのか、いけてるのか。うん、巻いたぞ。素晴らしい。巻いたぞ。お、ナイス。どうだどうだ。テンション。来た来た来た。すいません。ここだ、ここだよ。ここだよ。間に合え。来れるか。道に迷った。嘘だろ。よし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 。いける、みんないける。みんないける。いけるよ。どうだ、ゆうくんいける。はい。ああ、イエーイ。レッツゴー。いや、一回見、レッツゴーさん、やばいやばいやばい。レッツゴーゴー。3人だぜ、こっちはよ。いや、でもこっち側に連れしに来たな、多分。3対1で。俺は3人いればいけるでしょう。かかれ。どこだ、どこだ。そこじゃない、そこじゃない、ほら、そこじゃない。そこだ、すぐそこだ。なるほど。タゲ取った、タゲ取った。避ける。俺がこれ引きつけてる間に行きたいな。よしよし。よしよし、来た、来た。あ、バレてんじゃない、それ、バレてんじゃない。バレている。バレてんじゃない。いやー、むずいな。小野さんの場合、できるだけこう、うん、サイドから回り込んで、こっちから行こうと思います。前進していくっていうのが重要ですね。あー、これ。ただもう一個のゲート開いてないんだよね。うん、開いてないね。しかもそこでやられちゃってるから、開けられないんだよな、多分な。うん、できるだけ作ったら肉かぶしながら、こういうところに運ぶ、うん。ってことですよね。あ、これ厳しいな。うわ、エンドゲームコラボが近づいてきてるので、うん、いや、これきつそうやな。こうなってくると開けない方が良かったかもってことですよね。そうですね。いやー、勉強になる。時と場合によります。かなりやっぱキャンピングだな、これ。うわ、これはかなりキャンピング。いよいよ時間的に誰かが切られた、もしくは攻撃を受けたタイミングで行くしかないですね。行ったね。お、ナイスで、ファイヤー。ナイスナイス、ファイヤーした。そしてこっちで、そしてこっちで、いけるかいけるか、俺がいけるか、いけるか、うんうん、俺が見つかっていけるか、ここいけるか、これ見つかってみる、見つかってみる、いけないかな、いけるか。お、これ出口、一人が肉カフェ、いけるか、いけるか、いけるか。これは下手すると、皆さんエンドゲームコラプスかなり来られる。あー、いってー。あー、結構遠いか、結構遠いな。これは確かに、こういう時はもう判断ですね。これは作ってもみんなやばいんじゃないかってことか。いや、俺の屍を越えてください。行く。俺は入っていく。よし、じゃあその様子をこっちで別画面で見るようにするわ。行く。よし、屍を越えていけ。さあどうなる、早く早く感染モードに、早く早く感染モードに越えていけ。どうだ、おっと、いけー、ダッシュが燃えていった、ちょうどだ、うわー、
しかったですね。ごめんなさい。悔いはありやせん。救いきれなかった。俺たちは大事な仲間を救いきれなかったんだ。悔しいの。悔しいの。ねえ。出したら這いずりで結構非常口まで行けてたかもしれないですね。もうちょっと時間あったら。なるほど。なるほど。やっぱりあそこで開けない方が良かったかもしれないってことですね。まあ、開けてもよかったかもしれないですけど、うん、あの助けるタイミングとか、うん、もうちょっと後で開けるとか、これ結構やっぱもうちょっと結果論というか、うん、ケースバイケースになるほど、ね、ただ多分ベルさんぐらいこうその結果論を重ねていくと経験値でなんとなくこっちがいいなってのが分かったりするわけですよね。そうですね、もうそこは経験則で動くことってかなり多いです。うん、なるほど。先ほども非常口がもう場所分かってたので、うん、小野さんの視点では、ね、でもその近くを入っててたので、なるほど、最後の一人が粘らないですぐ出てると、うん、おそらく脱出できたのかもしれないなっていう、はい、これもまあ結果論ですけど、その可能性にかけて出るっていうのもありなんですよね。仲間を見せて、あえて。そうなんですよ。今回ハッチって見つかってなかったですよね、おそらく。あ、一応見つけてました。嘘でしょ。ゲームの視点であって、意外と近くにあったんです。あ、そのことですか、今のゲームの出口ってもしかして。実は出口がハッチがあって、それ這いずりの近くに最後のこう死んでしまう近くにあったんですよ。うわー、そうだったんだ。みんなが先に脱出しちゃえばってことか。脱出しちゃえば、最後こう作った後這いずってる人を放置して、うん、先に出てしまえばもしかしたら、非常口で出れたかもしれない。あ、なるほど。本当のコメント、小野湯上通ってたよだって、はい、もうだから、俺コメントを見つつ、この画面も見つつで全く見えてないんですよね、おそらく。いや、縛りプレイ縛りプレイ、ゴリゴリに縛られてる。縦が足元あって、結構やっぱあの見てる皆さんは全然見えてたんですね。そうなんですよね。なるほど。プレイしてるとプレイにも集中するし、意外と見逃しやすい、うん、ただ音もそうなんですよね。普段のプレイだとこーっていうあの音が、静かにやってると聞こえるんですけど、やっぱり喋ってるとどうしても聞き逃しがちですよね。でも結構4人から聞こえないもんな。4人でやってると多分スキルチェックの感も、そうなんですよ、聞こえづらい、聞こえにくい。ある意味こういう複数実況プレイの時って縛りプレイですよね、そのあたりは。ある意味本来だったら上手くなってからね。ありがとうございます。いやでもかなりこういう形のプレイは初めてというかすごい貴重ですね。一個一個のやっぱこの判断が合ってるのか違ってるのかみたいなことをその場で教えていただけると本当に貴重なありがたい機会ですね、これね。確かに私も不思議な機会でございます、これ。そうですね、本当はだってプレイの腕を見せていただくためにレベルさんゲストで、ね、来ていただくのにですよね。はい、一番しゃーもうでございますと。あ、で、すみません、ベルさんのお声がちょっと曇って聞こえる、はい、あーとのことなんですけど、なんかできたりしますかね。あれ、皆さん声結構こもってますか、ここのメンバーの方たち。あ、ベルさんが特にみたいなコメントでみたいですね。ちょっと僕の方も確認してみたいなと。ちょこっとたまになんかちょっとこもったように聞こえる時があるぐらいかな。ずっとではないです、でも、うんうん、そうですか。ちょっともうちょっとマイク近くにしてみよう。なんかこういう問題なの。2代目音質カスが。伝説伝説していって。おやおや。伝説していって。すぐに映る。そんなことあるみたいな。あ、サイレントヒルミッドウィッチ小学校でございます。ここやだ。これは新しい。ここしね、さあ始まった。りょうくんここやばいっすよ。何が？うんうん、もうここめっちゃやりにくいっすよ、くん。何がやばいよね。やりにくいんだ。難しい。カチカチな。あれ、なんか遠くに見えるの、これもしかして。あ、でもやってるもん。何してんの？やってるな、もう。あ、何してんの？キラーが分かりました。僕の画面で分かったんで言っちゃいますけれども、例のバッキュンですね。バッキュンくんです。この足元のこれ、ベルさん。これ俺、ハッチと見間違うんすよ、く。あー、これ。あー、早速だ。なるほど。さて、見間違うのすごいな。やった、ハッチだと思ったらドアじゃんみたいなね。これドアですね。ドア、どう見てもドアなんですけどね。さて、逃げ道。どっちに行く？あっちに行ったけど戻ってくる可能性もあるんですよね、これね。いやー、血族がいい仕事しますね。ただ、急、甘く近づくと戻ってきたところをバキューみたいなね。あるんで、さあ、すぐに離れましょう。ありがとうございます。まずはすぐに。あとこの直線なるべく走りたくないんですよね、できれば。ああ、
これはね、すごい遠くから見えちゃうんで。あ、バレてる、バレてる、やっぱバレてるよね。なるべく、ほんと車線、ね、車線切りしながら行きたいところですよね。うん、バレてるよね、この辺で、この辺でやるか。俺、ちょうどこれも追われてる。あ、落ちるじゃない、やりたいな、シュールじゃない。あ、でも俺、医療室で追ってるんで。あー、マジか。よし、ちょっと俺救助行くわ。俺救助行くわ。オッケー、めっちゃ忙しい。さて、やっぱ、血族ついてたりっていうパーク、救助寄りのパーク持ってる人は救助行った方がいいですよね、おそらく。まあ、そうですね、救助行った方がいいとは思いますね。うん、本当は、まあ、与えられた猶予っていうのがある人ボロタイといいかなと、うん、ボロタイがあると。ですよね。うん、うわ、追われてたか、これ救助行かない方がいいですかね。無理になりますかね。そうですね、まだ今は救うタイミングではないかなっていうところなんです。なので、できるだけ離れてあげるとか重要なので。はい。あ、今でも、今行けるな。今は、ね、向こうにタグ映ってますね。ここは行く。で、ナイスです。極力。あれ、さささささ。あれ、何やってんの？あれ、助けてあげたいんだけど。あ、向こうで。で、ここで、あれ、セルフ、ね、セルフあるか、セルフあるか、セルフあるか、セルフないか。セルフあるか。あるけど、あるけど、よしよし、やってもらった方がいい。そうですね、やってもらった方が早いので、できるだけ、人にやってもらった方がいいかな。オッケー。さあ、スキルチェックも聞こえない。頑張るぞ。いやー出た。はい、よし。チェックがね、超えなくなりますからね。超えない。くっさー、遠い。よし、さて、こっからだ。ただちょっと発電機も回したいんだよな。いや、間違いない。これこっち来るな、多分。これちょっと来るな。おそらくあそこで索敵してるんでしょうね。ちょっとこれ行きづらいっす。攻撃の場合、誰かがでも発電機を触ってないと永遠に発電機が進んでいかないので、うん、ですよね。間違いない。よし、これって結束持ってるし、その小野さんは味方があそこに近くにいるって分かってるなら、自分は発電機をやるっていう選択肢を踏むのもありなんですよ。ってことですよね。了解です。発電機が見つからない、うん、基本回したくても救出は近くの人にお任せすると。なるほど。オッケー。うわ、マジかよ。廊下。とっ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 と、これは嫌だ。廊下。これはまずいぞ。廊下めっちゃおるやん、廊下。これちなみにこのマップでの発電機の見つけ方っていうのはまだ特にない感じですか？これはやっぱちょっと部屋の中にあることも多いんで、逐一中を少しチェックした方がいいかもしれません。だいたい1階に3つぐらい、上に2階に3つぐらいは。あー、ダメだこりゃ。あー、そこか。2階に3つで、中庭に1個あるっていうパターンが多いですね。大丈夫、直す。直した方が倍ぐらいスピード違うんですよね、おそらく。そうですね、直してもらうと。全然違うので、できるだけ絆がある分、治療してあげた方がいいと思います。ニズリです。オッケー、ニズリです。さあ、ニズリランド。この場合、みんな行ってるから僕は発電機を探します。そうですね、発電機を、やった方がいいと思います。オッケー。で、廊下にポツンとあるパターンもあります。あ、あった、あれそうかな。さてさて、この辺は探して。そうです、ね、あれ死んだ。ちょっとみんな助けに行ったかと思ったら、結果こうやって発電機やってる場合ってもうどうしようもないですよね。こういうこともあります。なるほど、こういうこともあります。勉強になるな。端子を尊い犠牲だった、すまない。来世でまた会おう。尊い犠牲。そうなんですね、野良マッチでもこういうことがよくあるんですよね。なるほど。うん、今回パーティープレイなのにこういうことが起こっていますね。うん、噛み合わないときは噛み合わないので、うん、これもまたデドバの醍醐味ということで。DJ 端子太郎です。DJ まだいいわ、まだいいわ。まだ大丈夫ですか？まだ大丈夫ですか？発声練習してきます。DJ タイムね、後に取ってこう。さあ、この場合一人が気づかれたので、もう一人がチェイスでターゲットを取ってくれてる間に、小野さんが救いに行くという、yes, yes. 状況ですね。そうですね。で、今血族の力で追われている、追われている人の近くにはいないことが分かっているので、行きます。おー、ナイスプレイですね。いいですね。なので、ここで即治療もありっちゃありなんですが、おい、おお、相手が、うん、そうですね、突然で、いいですね。追われていく、追われていく。降りた、マジか。1階に降りた。よし、降りましたね。逃げていく。じゃあ元に戻って発電。小野さんは1台ぐらい発電しましょうか。ね、その間にやっておきましょう。はい、いやー、何もない、ね、何もないな、この辺。よし、さて。ちょっと待って。ここわー、あった。これね、まだ残りづらいんですね。発砲音ですね。これはまずいな。爆点。アクロバティックな。あー、これは痛そうですね。うわー、鎖が痛かったよ。これは放置ですよね、おそらく。あー、そうですね、うん、どうなんでしょう。来る可能性もある。
持たれる可能性はかなり高いですけど、ね、うん、でもこうしてる間に発電機は発動、うん、できるんで、今一応周り気をつけておいた方がいいタイプですね、うん、これそうですね、発電機一個も回ってない、あ、来ちゃった、もう回す、回しきる、これはダメか、これはダメか、ね、きっと、うわ、今の判断もちょっと後で聞かせてください、そうですね、はい、できるだけこれは離れる、うん、もしくはオブジェクトで視線を切りながらチェイスしてください、うん、直線はやつのあの銃が飛んでくるんで、森があったあったあった、あ、なんかでやってる、あ、やばい、廊下の上は常にあの何もないので、うん、板をなるべくその教室の中とか小部屋に入って探すっていうのが重要、うん、なるほど、うん、あ、来ちゃったか、いやー、あー、今のは読まれたか、ここに言われましたね、そう、さっきの、うん、あとほんと1ミリ2ミリで発電機がつきそうだったんで、うん、粘っちゃったんですけど、はい、あそこは粘らない方がいいですか、はい、これはキラーによるんですけど、うん、デススリンカーって、ね、15、6メートル先から、うん、まあ、引き寄せることができるんで、やばいやばいやばい、めっちゃ近いね、ですよね、はい、やってみて、やってみて、まあ、基本あれは、踏ん張らないでいくっていう、もう逃げちゃうっていうのが、うん、いいと思う、じゃあ一旦離れて、うん、で巻いてからもう一度ちょっと後退してても頑張るっていう方がいい判断だったと思うんです、ね、そうですね、なるほど、まあ、基本あれだけ進んでたらキラーもしかしたら追うよりもあの発電機を蹴るのを優先するかもしれませんし、うん、ですよね、その間に距離が稼げる可能性もかなり高いので、うん、なるほど、判断としてはそっちの方が、まあ、そうですね、あの時はちょっと、うん、まあ渋らないでもそのまま走った方が、うん、よかったかなっていうところありますね、なるほど、ありがとうございます、ありがとうございます、でナイスプレー、ここは直していく、2人で直していく、おっとここでリョウ君直していく、2人で直す、オッケー、ナイスです、ナイスです、どこまで行く、傷が回復しちゃったかな、一回ちょっと離れるか、一回離れよう、ここの中庭がそこまで強くないので、どこかの分だけ、ここにいたのか、うわマジか、りょうくんが真正面で気をつけてください、うん、やってるな、これは中庭からの出口がもう、あ、いった、またこれはここで待った方がいいのかな、くさりうまっ、取ったの、うん、森がうまい、うまいですね、これはめちゃくちゃうまいじゃん、するすごい、りょうくんに2つ目で、これもう2、3かな、下手し3になった、あ、フックかける、まだまだ耐久レースですね、これ耐久レース、オーケー、この隙に救助には向かう、気をつけつつ向かう、あ、救助意識、オッケー、救助意識高めていく、救助意識、救助してますね、これ中庭から離脱、いや、こっちいるな、こっちいるな、すごいトークン溜まってきてる、よしよし、いや、またもう、でもこれもう見られてるね、私、うそーん、いや、ほらもう、いや、発電機厳しいな、これはちょっと助け難しいね、そうですね、何回鎖を、お前また何回鎖刺したらもう、よく早くこっちに来てください、りょうくん、やめろやめろ、よくこっちに、はい、こっちに、あ、終わった、小野さんが進めてた発電機をやりたいですね、ですね、これただ今食らってる状態で、はい、合流して回復を狙った方がいいですか、そうですね、でも先ほどの発電機もちょっと壊れてたんで、うん、一瞬触るっていうのも重要でした、なるほど、あーっと見つかってない、セーフ、あ、よかったよかった、サンキュー、今直してくれたやつがそうですよね、おそらく、そうですね、ただそっちにキラーが行くんだよな、これは怖い、怖い戦いになってきました、これ今蹴られて交代してる発電機ってことですよね、そうですね、これをやっちゃいましょう、いやこれ無理、向こうで仲間が頑張ってくれてる間にできるだけ進めたいですね、うん、オッケー、ただまだハッチが僕見えてないです、これハッチって実はまだ出現しません、あ、ありゃ、そうか、まだ全然治ってないやそもそも発電機と生存者の数をプラスして4つになれば、うん、4になればそのマップ上に、非常口が出てます、うん、でも現在これ年間4なので、うん、誰か死んで一人にならないと出てこないマップですよね、ありゃ、うん、そのか製造してる人数プラス1個の発電機を直すっていう方式がなんかあるみたいですね、うん、さあ直して、でもいいチェイスをしてるみたいですね、向こう側は、ありがとうゆうくん、あーなんでよ、わお高性能の頑張れ、すごい頑張れゆうくん、懐中電灯を当てていく、当てていく、懐中電灯、あ、これどうしますこれこれはですね、できるだけ隠れながら近づいた方がいいです、はい、これでも放置ですよね、中庭はあまり通れない方がいいです、ね、あのキラーが一番ショートカットできる場所なんで、ですよね、ここで鉢合わせるんですね、うん、これかー、うまこれか
にリールを巻いていくってことだ。そういうことになりますね。まだでもこれ最後まで諦めちゃいけません、うん、ですよね。ハッチがもしかしたら目の前に、目の前にってこともあるんですか。ありますあります。おお。下手したら出ることがあるんで。なるほど、うん、でデススリンガーってこうまっすぐ森を飛ばすんで、うん、廊下の直線上が一番危ないんですよ。そうなんですよ、痛くないんですよ、うん、ただあの場合廊下しか移動ができないっていう選択肢のところに行っちゃってたんで、うん、ああいう状況を作らない工夫ですよね、おそらく。なので先ほどは中庭を通らないっていう選択肢がやっぱり良かった、うん、なるほど。これもまあ結果論ではあるんですけども、うん、まあ、経験則でその危機感みたいなのがこう育っていくので、うん、おっと、ハッチだ、ハッチだ、わー、残念これはそんなことあるんだね。あー、あるんですよ。あー、すごい、今目の前で落とした。目の前来ましたね、やっぱ。いやー、絶望の音が鳴り、ハッチって何ですかというコメントの方、リオさんいらっしゃいますけれども、今、ね、僕の目の前にたまたま出たやつがそうで、特定の条件を満たすとハッチから脱出っていうことができるようになります。今の場合だと最後の一人になったので、ハッチが出まして開いたんですけれども、先にキラーに締められてしまうと逃げることができなくなるという代物でございます。そうですね、基本的には生存者の数プラス1個の発電機を直すと、まず、出現はするみたいですね、うん、場所的に。そうなんです。で悪条件が鍵みたいなのを使うか、もしくは最後の一人になるか、うん、っていう感じになっております、うん、いやー、そうなんですよね。あれやっぱり前、うん、目の前出ることは多いんですよ。多いんですか。面白い、うん、意外にもこう強く願った時に出てくる気持ちが届く。信じる者は救われる。気持ちが届く。そうなんです。だから諦めちゃダメなんですよね。めっちゃいい勉強になった、いや惜しかった、ありがとうございます。いやー、なんかなんだろう、発電機は全然回んなかったけど、すごくいい試合した気がするの。なんだ、濃い試合でしたね。説明のおかげだよね、うん、そう、ありがとうございます。さて、残すところあと1戦できるかなぐらいな感じなんですけど、カスタム行ってみますか。せっかくなのでね、ウィルさん交えて、はい、なんですけれども、一旦ちょっと画面の方を、切ってみますね、うんうん。これをどうしたらいいんだっけな、こうかな。はい、これで切れましてと。で、一回ちょっと設定し直しますね。すいません。はい、さあ、このあたりで画面を復帰します。はい、えいや。はーい。はーい。というわけでお待たせしました、皆さん。はい。さて、さあ、始まっていく。これは。なんか希望のキラーとかなく、別に自由に。あ、そうですね。確かにそれは。そうですね、もうお任せします。お任せで、わかりました。じゃあいつも好きなの、好きなの持っていけるから、みんなアイテム、ちょっと怖いな。そうですよ、ね、バックも全部好きなもの、今回はね、好きなの持っていきましょう。ありったけのものを持っていきます、持っていきましょう。ありったけ持っていきましょう。わかりました。ねー、この辺のオファリングっていうものもありまして、はい、アイテムとですね、オファリングっていうのがあって、これはマッチ全体に作用するものが多かったりします。そうじゃないのもあるんですけれどもね、うん。ね、さて、各自じゃあつけるなりつけないなりしていきましょう、うん、準備の方はどうでしょうか。パークは前のまんまつけられるのか。なるほど、うんうんうん、じゃあちょっと一部ね変えていこうかなと思いますが、どれがいいかな。楽しみですね。ね、もうみんな準備できてる。私は大丈夫ですよ。大丈夫です。なるほど、オッケーです。じゃあ僕もできていきましょう。うわー、ベルさんの気がなんだろう。なんだろう、卓球の代表みたいなキャラクターいるんだけど、ね、多分これあれなんだよね。フェンミンっていうキャラクターはゲームのプレイヤーなんですよね。あ、プロゲーマー、e スポーツの、プロゲーマーなんだ。 e スポーツの、卓球ではなく e スポーツの夢をという説が濃厚。うわ、めっちゃ運上がってる。おっとっと、運が高い。運がかなり上がっている。なるほど、なぜそんなに運を上げる。なんでしょうね。何かを期待する。さあ、運に頼っていく、ね、まあ、もしかしたらね、目の前にまた非常口が、あれも運関係するんですか。どうでしょうね、あれ関係するとはちょっと聞いたことはないんですけど、まあ、地の運なんでしょうね、あれ。なるほどね、地の運、うんうん、このなんか4周年一言コメント面白いですよね。面白いですね、見てると、ね、開発者さんの山岡で怒りの聖書からスタートでございます。いいす、ね、おい、いきます。はい、あ、なんかやってるなぁ、はい、おっとっと、あれ
誰だろう、この卓球選手みたいな人。あっと、見つかってる。卓球選手が見つかっている。怖っ、めっちゃ怖い。キラー、何、怖っ。キラーめっちゃ怖い、不気味。うわ、いやー、ここな進んでるな。なんだろうな、ここ怖いな。声だけ聞こえるのもまた怖いっすね。マジ怖い、このキラー、やばい、なにこれ。やばい、嘘でしょ。怖さに油断した。チラ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 様子。ああ、めっかったな、それは。さてはめっかったな。なんでわかったんですか、ロッカーにいるって。いやー、これはね、わかっちゃいますね。うわー、ベルさん、ベルさんには通じないのだよ。うわー、ロッカーに入ってる方がいるなと思いつつも。なるほど、逆に前にいると思ったら弱小。そうなんです、多分あそこで安心しきってるかなと思ってました。うわあれ、キラー倒れてる、倒れてる人いるな。やべえな。あれ、なんだなんだ、なんかここで倒れてる人いる。やべえ。ん、卓球選手が、卓球出た。ここ卓球選手、卓球見つかるな。ラケットじゃなくライト持ってる。卓球見つかる。あ、さて、あー、これは壊れてますね、これは。いやいやいや、おー、ついたついた。発電機つけてきましたね。サンキューつけたぜ。いい仕事しますね。え、何さてさて、どこにいるんだろう。やばし、どこだろう。うわー、やべえな、やべえな。あれ、なんかやられてる。なんかこの場合はちょっとまず早くして。花火が上がってる。うん、やーばー。さあ、ここは状況判断をしていく。どこ行った、やばい、やばい、うわー、やばいな。うまい、おうまいチェイス、ナイス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 チェイス、いよいよ、これはうまいチェイス。あ、すごいすごい、うわー、すごい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 、逃げ切れない、イエイ、あー、とっとっとっと、大忙し、大忙しです。いやー、あれ見つけるの今大変だった。おー、相当じゃん。ナイスチェイス、ナイスチェイス。ちょっと褒められて、もう調子に乗った。なんかもう全然体見えなかったですね。おー、すげえ。いいな、褒められたい。いいな、褒められたい。俺は気に釣られた。褒められてみんな伸びるタイプ。褒めて伸びるタイプです。褒められたい。褒められたい。なんかこの辺にいるのかな。怖い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 。なんかもうマジ怖い。マジ直して。いるのかな。よいしょ、またどこにいるのかな。あ、いや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 、こっち側かな。ひたすら救助隊なんだけど今日。今回ひたすらに、やばいやばいやばい、来てる、なんかいる、来てるよ、来てるよ、まだ直そう、あー、マジか、直そう、よし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 、卓球選手、卓球、卓球頑張って、卓球、卓球、さあ、なんか画面が血だらけになってる。何これ。あー、それはちょっと後で説明しようか。そういう効果が実はあるんですね。早く直さないと大変なことに。いいじゃん。あ、これは、これやばいな。うん、これはなんか、あれ、いやーっと、これでも避けられないのか。何回いる、何回いる。あれ、なんか他にも声聞こえたな、今の。ドキ声。あー、乗り越えた。さあ、来ちゃったか。この場合は、おお、いましたね、これ小野さんだな、これ。いや、これは捕らえた、やかーん。フラフラ、ね、あ、そう、今のフラフラが要はそのフェイントになるっていうのを聞いてやってたんですけど、結構フラフラしっかりやらないとフェイントにならないですね、うん、それちょっと学びたいですね。結構技術としては難しい部類なんで、うん、先にそれを覚えるよりは、うん、きちんと板の場所とか、うん、その窓枠の場所を覚えて走るっていうのが重要ですね。なるほど、うん、センキュー。お、なるほど。お、なんか声が聞こえるな。声でわかるんだよな。マジかよ、すごいな。こんな会話してんのに声聞こえるんすか。声が聞こえる気がしますね。どうだろう。発電機1個しか回ってないんだぜ。やべえぜ。いや、まだ4個だ、あるな。いや、ここはなんか鳴き声が聞こえるな。いや、めっかってるぞ、ね、動けない動けない。あれあれあれ。あー、そこにいるのかな。
そんな高いところで何かやってる人がいますね。おっとっとっと、めっかったか、高いところで何かやってるんじゃないですか。あれ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 、怖い怖い。いやだよ。いや怖いよ。ライト疲れた。ライト来た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 。あれなんか叫んでる人いませんか。なんだ今の。じゃないですね。今の叫び何？今の叫んでる人いましたね今。え怖いんだけど。あれあれあれ。どうなったでしょうね今の。怖い怖い怖い。あれ。え何見てんの俺の。え何どこ。ここら辺に今叫んだ人いらっしゃる、ね。気のせいじゃないですかね、気のせいじゃないですか。あれ。いや。見つけちゃいましたよ。でもね、叫んだの俺じゃないんですよ。あれ実際じゃあここに別の人がいるわけですね。そうなんですよね。そう、だからさっきの叫びが何だったのか後でちょっと教えてほしいですね、うん、あ、もちろんです。なんで、何の叫びだったのかが。これは、うん、結構特殊なパーツなんで。これもですね、あの、一回切られてる後にリージョンもう一回切られてもこう倒れない時あるじゃないですか。そうなんです。これが何なのかが。これがリージョンの技で、うん、狂乱という、まあ、技なんですね、うん。これ、ね、あの普通に足が速くなる分、普通の殴りみたいにダウンさせることができない代わりに、うん、こう攻撃をチェーンみたいに繋いでいって、うん、負傷状態にしていくっていうのができるんです。あとさっきの、あさっきのあの叫びは何だったんですかね。あれはデスバウンドと言われるパークで、直した後に私より、うん、そうなんです、一定以上離れたところで直すと、ね、そこで叫んじゃうっていう。それだったんだ、うん、マジかよ。ですね、うん、なんかどっかでさ、なんかやってる？あれ？なんか近くにめっちゃあれが遅い。発電機回るのめっちゃ遅い。いやそう、めっちゃ遅いのよ。発電機全然回らん。これもうなんかやりましたね、ベルさん。やってないです。発電機が多分機能持ちようじゃないですかね。え、機能持ちよう。機能持ちよう。そんなメンタリティな部分で。多分機能持ちようだと。なんかつけてんじゃないですか。なんかやってんじゃないですか、これは。やってないです。これも使ってるんだな。使っちゃってます。見つかった。怖い。お前が見つかったと思ったから俺はよ、油断してたよ。油断してたよ。気分次第でね、うん、ありますか、そういう。なんか進みづらいとか、足が速いとか遅いとか。やっぱその日の体調で。それあるな、足速いですね。自分だけ足が遅く感じるとか。ある、すごくある。あとショコさんすげえ足速く感じる。そうなんですよ、あれ感じたりとか。あれはやっぱ皆さんそうなんですか。そうですね、そういうことがありますから。あっさりショコさんのね、なんであんな速く感じるのか。あ、感じちゃうんですよね、うん、あれはこの辺に今いらっしゃった気がしますけど。あれ消えましたね。いっかってるー。よいしょ。あれあれあれ、なんかまだ卓球選手が残ってませんか。おっと、いるか、どうだ。マジかマジか。卓球選手残ってませんか。あれ残っちゃってませんか。大丈夫ですか。なんか黙ってる人がいるんで、これ部屋らへんにいますよね。怖すぎる、本物だ。本物のプロフェッショナルだ。黙ってる人がいます。あ、やば。いたいた。靴らできない。どこどこ。これ一つわかんない。これ多分なんか見えないパークついてます。ちなみに最悪的というか、これ実は、はい、ちょっとついてましたけど、それ壊されてます、ね、あ、なるほど、うん、お、しかし、あー、一人お亡くなりました。3ずり目か。3ずり目いってしまった。さあ、こっからだぞ。はい、やバカ野郎。バカ野郎。やばい。自らこんにちはしに行った。こんにちはしに行きましたね。こんにちはしに行っちゃった。なんかもう一人なんかこの辺にいますね。あれ知らん、もしや誰か小屋の方に行ってないですか、ね、おや小屋です。小屋です。口笛が聞こえますね。口笛がめっちゃ聞こえてた。誰か小屋まで来ましたよね今。黙ってるし。そんな分かりやすいあれある。
黙ってしますね、これ。アプリかやめい。あれなんか足跡ついてますね。おっと、なるほど。もしかしたら、誰か走った跡があるのかもしれませんね、どうでしょうね。あー、この辺で隠れたな、これ。いるいる。いるいるいる。どこに隠れてるんだろう。ここかな。あれ俺それ俺なんでわかんの。すごい。さすがの勘。ピンク色の人がいますよ。やばいやばい。ピンク色の人が。あ、味方。あ、いたいたいた。ちょ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 。今遅いから。遅いから足が。足が遅くなる。足が遅くなる。あ、避けられない。ライト持った方をゲットしました。ライト使えばよかった。確かに。ってたのに。ただ血族が反応しないんですよね。いや、そうしない。あれ？なんか後でちょっと種明かし聞きましょう。血族なのかな。そうですね。うん、後で種明かししましょう、これ。目くらまし状態になってるかもしれませんよ。目くらまし状態、うん、っていうのがね、デッドバイデイライトにあるんですね。右に目がついてるとそれですよね。そうなんですよ。目ついてますか今。はい。そうなんですよ。目くらまし状態になってます。くらってるんですよ。はい。そうなんです。それがついてる間は、味方がダウンしても見えなかったりします。そうなんですよ。なるほど。孤独感が半端ないんですけど。あ、もう、うわ、また叫んだ。あ、それがデスバウンドってやつですね。あ、これデスバウンドです。治療してあげると、治療してあげた側が叫んじゃうっていう。そうです。しかも近くにいると、心音が忘却状態になって聞こえなくなるっていうのは。それはまずい。やばいやばいやばい、痛い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 。治療した人同士近くにいない。やばいやばい。なるほど。おお楽しそうだなおい。わかんなかったね今。わー、しかも、マジかよ。うわ、もう、このめくらまし状態は治す方法はないんですかね。めくらまし効果は、一応治す方法あります。トーテムがどこかに存在してる。やっぱりまだトーテム壊れてなかったんだ。なんでしょうかね。いや、急に現れた、マジで。なるほど。どっか行った、どっか行った。ピンクの人。あ、ピンクの人。緑の人。あー、やべ。あー、緑の人。見えないんだよなぁ。残念ながら見えないんだよなぁ。この、持った時にライトの人は来て、目くらましするのが一番いいんですよ。何なるほど。やばい、でも目くらましなかったもん。使いすぎて。無駄に使うから。電池切れちゃった。全部使ってる。全部使っちゃった。やべぇ。テンパりすぎて全部使っちゃって、あれって結構、長くなっても見えなくなってた。そんなこと見えなくなってはなかったです。全然ライト食らってなかったです。なるほど。なんだって俺すごい当ててた気持ちでいた。あの、めちゃくちゃ近かったんで、多分当たってなかったんでしょうね。あ、なるほど。電池無駄に使っちゃっただけになったんだ。そうですね。なんてこった。大事な時に使えないで。こうあれ、ほんといざという時に使うのが一番いいですね。なるほど。この意思疎通もやっぱ難しいですね。今あえて喋らずに動きで伝えようとしたんですけど、ピンクには伝わんなかったですね。難しいですよね。今ピンク伝わった。なるほど。直し前に体を先にやった方がいいってことか。直しきっちゃうと向こうに通知がいっちゃうからっていうような判断もありつつ。確かに。そういうことか。ただこれ叫んじゃうからね、どの道。デスバウンドで。それもまたあるよね。そう、こうやってやっぱ来ちゃうんだよな。なんか叫んでる人がいますね。ってことっすよね。これダメなのか。これで避けきれねえんだな。ああ、さよなら。間に合わず。どっか行ってる。もう一人。すごい。なんかその辺にいる気がするな。いや、いないんじゃないかな。いないいない。いないいない。いないんじゃないかな。いる気がするな、なんか。いないんじゃないかな。あれ？なんかこの辺になんか足跡がありまして、いや、多分それ気のせいっすわ。気のせいですか、これ。気のせいっすわ。気分の問題ですか？多分、ベンさん、自分の足跡じゃないですかね。自分に足跡。自分の足跡。つくんですかね。いやー。自分に足跡つくんだ、俺。さて、何のかんだ。残り2人なんですよね、でも。この辺にさっき足跡あったはずなんですけど、白いウサギがどうでしょうか。ちょっと目立ちますからね、白いウサギ。白いウサギが存在感がすごい。存在感すごいですよね、これ。
あれ消えたな、完全に。ほぼ。あと2個。さあ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 、どうなっていくか、ゲームの展開は。あれどこ行ったの、通じなかった。やっぱ難しいな、石野と喋んないとね。喋、うん、ったら続けになってしまいますからね、これは。やべやべ。おっと、心音が聞こえていく。あれおなんだなんだ、なんか静かになってますね、お二人が。え多分あれっすね、あの、りょうたろうも喋っちゃうと伝わっちゃうんだよね、それ。心音が聞こえているって、それ近くにいること言われるんだよね。自ら知らせてくれてる。いやー、フェアプレーの精神、申し訳ないっす。いや、全然全然。カスタマッチャーね、全然そこも楽しんでって全然あるよ。で、なんか聞こえましたけど、あれなんか聞こえ、ん、わかんなくなった。なかなかトーテムもねえな。あれゆうくん、ゆうくん聞こえますか、ゆうくん。おやおや。ゆうくん元気ですか。元気めっちゃ見失った。俺は。もう宝庫だよ今日は。ゆうくん今日めっちゃ静かってコメントで言われてますよ。どうしたんですか。ああーこれは。あれね生放送かこれ。生放送か。どうしたどうした。取り戻せ勘を。ゆうくん。なぜ短視鏡なんですか。ああついた。素晴らしい。さあ、あと1個。僕、好きな部位、あ、じゃあ、ゆうきさん、僕が、あの、ベルさんの気をそらしますね。はい。僕、好きな部位、単勝なんですよ、一番。ああ、なるほど、なるほど。ベルさん、どこ好きですか。単勝好きです。あ、マジですか。え、めちゃめちゃ美味しいですよね、単勝。ウニ刺し、ウニタン刺しとかも好きです。高いやつ。高いですよね。うまそうなやつ。いや、いいの食べてますよね。え、最近誰食べましたか？ウニタン塩食いましたね。マジっすか。そんなタイムリーだ。いやー、ほんとうまいんです。あれ、たま、タン塩うまいんですよね。いや、いいですよね。今ですよ、今ですよ。直してめちゃくちゃ気が散る。今直してめちゃくちゃ気が散る。めちゃくちゃお腹減ってきた。今日の夜、ちなみに何食べましたか。焼き鳥です。さて、こっからだ。ありがとう。いいな。それがまたうまいんです。え、そのお酒とかと一緒にやっぱ食べて飲んだですか。そうですね、やっぱりあのハイボールですかね。あ、ハイボール僕も好きです。あ、何で盛り上がってんだ。めちゃめちゃ好きです。ハイボールとやっぱ焼き鳥。いや、合いますよね。いや、今です、今です、ゆうさん今です。やっとる、やっとる、やっとるわな。いや、ただね、これ発電機難しいね。いや、なんか発電機めっちゃ遅くなるから。うん。難しいね。すごく難しいね。気持ちの問題じゃないですかね。本当に気持ちの問題。何この言葉のやり取り。言葉の上での戦いね。本当に、そんなことがあるのか。気持ちの問題な気がしますけどね。気持ちは。あ、なんか足跡がついてる気がしますね。あ、まずまず、あのですね、やっぱり昨日ペースは。ベルさん、次俺行くわ。俺、昨日ペースは。あ、ベルさん。え、何ですか。この間、ゆうきさんが誕生日だったんですよ。おっと、なんと。誕生日ですか。どうだね。めちゃめでたいじゃないですか。ちょっとハッピーバースデーの歌歌いましょう。せーの。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア、ゆうきさん。ハッピーバースデートゥーユー。おめでとうございます。ありがとうございます。いやー、今の歌のせいで全然なんか見当違いのこと来てしまった。素晴らしい。りょうたろうやるね。今です。今です。孔明か。今です。全然違って来てしまった。やった。そう、なんだここ。まずいぞ、まずいぞ。迷い込んでしまったこれ。あれ、なんかでも音がするな。いや、気のせいじゃないかな。え、なんか口笛聞こえるな。誰かロッカーに入ってるんじゃないか。あ、おいっす、ガチャーす。くっそー、もうちょっとだったのに。まずいぞ。なんかいるんじゃないか、ここに。くっそー、やばい。もうネタがねえ。さすんだ俺。頑張れ。ライブデッドバイデライトに集中し始めましたね、私。おや、ベルさんはちなみにどれくらいなんですか、やられて、デッドバイデイライトは。まあ、だいたい3000時間今日は。もう桁から何から。どのぐらい前からやられてるんですか。4年前ですね。もうこれ4周年になりましたので。うわ、始まったリリース当初から。そうなんですよ。まさに丸々
そのまんまやっております。やっぱその変遷みたいなのをじゃあ1年目から見ていくと結構変わりました、このゲーム。めちゃくちゃ変わってます、これ。うわ、そうなんですね。変わったりしてます。結構キャラクターとかもめちゃめちゃ増えてますもんね。最初4人しかいなかった。あれ?4人いいぞいいぞ、あがし振るのがあります。ちょっと待って、ちょっと待って、目の前にいた、目の前にいた。いや、ちょっとやばいな。めっちゃ散歩させられてしまった。板があったのに倒せず。いや、これどっかでもう一人やってるな。やばいな。もう一人やってるな。この機会にそうだ、皆さん、ちょっとあのベルさんにね、質問があれば、確かにね、コメントしてください。僕がね、その、あれになるので。ちょっと俺、発電機は回してるから。はい、発電機は、もう発電機終わってるよ。ボリボリ。回してないんで。発電機回してるから。これもスキルチェック難しいな。何か、スキルチェック難しいな。いや、これ結構集中力高め。なんか今、いや、気のせいじゃないかな。そこはやめて、気のせいじゃないかな。あっと、いませんか。おっとっと。あ、ベルさん、好きなお菓子はってきてます。ブルボンがやっぱお菓子ですね。ブルボン。やっぱり最強。ざっくりしているブルボン。ブルボンのお菓子はどれもやばいですからね。なるほど。あ、ベルさんも口笛吹いてくださいって来てます。なんでなんでベルさんもなんで難しい、めっちゃ下手くそって今分かった。好きな女の子のタイプはって来てます。おー、ベルさんのタイプ。あー、やっぱりですね、三つ編みが似合う。あー、じゃあナースみたいな女の子ってことですね。三つ編みナース。ちなみにどうだ、りょうくんは大丈夫なのか。え、りょうくん、りょうくん大丈夫なのか。りょうくん大丈夫です。よく今発電機回してます。あ、回してるか。あ、じゃあギリまで引きつけて、ギリまで引きつけて、うわーっチェンスースライド。おお、やっぱあのスキン超怖いね。めっちゃ怖い。集中し始めた、これやばいやばい。さあ、それではりょうくんの頑張りを見てみましょう。見てみましょう。ドキドキ。待ってさあ、これさあ、どうだ。時間は稼いだが、猫のマークが出ているというね。猫ちゃんマンか、見られてますね、これは。猫ちゃんマンなのか。足跡がなんか、足跡を辿っていく。足跡がない。だから名探偵シャーロック・ホームズか、これは。あっと、おっと、庭を挟んでチェイス。足跡が荒れていく。来いよ、あ、来いよ。これは、うわ、痛い、おっとっと、めくれまし。どこ行った。お、あれ、うまい。どうだうまい。どうだ、ナイスチェイス。なんかどっか消えた、赤い人消えた。時間が位置がわからない。あ、でも見えてるよ。よく見えてるよ。でも攻撃行くと処刑の時間が迫っていた。されていく。エンティティ様、こんにちは。こんにちは。いやー、ナイスマッチ、ありがとうございました。ありがとうございました。いやすいません、ベルさん、胸をお借りする形で。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ちなみに、今回のマッチやってみてどうでした？最後のカスタムって。これはですね、非常にやっぱこう見つけやすい感じでしたね。あー、結構目立つような動きをされてる。服もだけじゃなくて動きもだったんですね。動きも。多分、以上に慣れてないのかなって思いましたね。あ、何に言っていました、今。このリージョンに。リージョン。あ、このキラーですね。リージョンというキラーでした。そうなんですよね。これ、狂乱というものがありまして、こう、攻撃を先ほど言ったように、こう、チェーンでつなげていく、コンボしていくという技があるんですけど、それを使うと、こう、生存者が赤くドクドクドクと近い人は表示されるんですよ。はい。で、ロッカーに入っている人が、ずっとロッカーの中でドクンドクンドクン。なるほど。ずっとここにいるなと思って無視するわけにもいかない。ブロックしてあげくとここ。マジか。なるほど。バレバレ。そういうことか。そして、皆さんがなんか見えないって言ったのは、このパークなんですけど、第3の封印というパークがありまして、第3の封印というのが、こう、攻撃した4人に対して、この、目くらまし効果を、まあ、追加しちゃうので、当店も壊さない限り、まあ、そういう、なるほど。
すごい見えづらくなってしまう、あらゆるオーラの可視能力がなくなっちゃうっていうことなんですね。そうなんです。この日本語的な表現に直したからだと思うんですけど、最後に攻撃した4人に有効っていうのはどういう意味ですかね。これ実はレア度が1とか2になると、うん、最後に攻撃した2人とか3人っていう表記なので、うん、そのまま引き継いでるから4人になってる。要は、1人目2人、まあ、要は例えば2人まで有効っていう表記だとすると1人目2人目攻撃したらそこは有効で、3人目を攻撃した時に2人目と3人目に有効になるっていう意味合いですかね、はい、なるほど。アトンに攻撃した人が有効になるけど、今回のティア3レベル3のパークになってるのでもう4人まで有効、うん、つまり攻撃した1人1人全員有効になっていくというパークなんですね。やばい、これ一番皆さんが言われてた、なんか遅く感じる。そう、あれでも気のせいってさっきベルさんおっしゃってたの、気のせいではもちろんないんです、はい、ですよね。プラスそうだ、そりゃそうだ。死に恐怖症というものがありまして、はい、これタナットフォビアでしたっけ。そうですそうです、そうです、うん、あれは怪我した人数分、1人当たり 4% 遅くなっちゃうので、まあ最大16%。うわ、ジージョンっていうキャラクターがすごくこれを出しやすいので、うん、簡単に、うん、なので4人が 16% 遅くなったと。でも、うん、最後の局面で皆さんが遅くなってる遅くなってるって時は怪我してる人いないにも遅くなってるって言ってたんで多分後半は気持ちの問題だった。いやね、落ちまでついて落ちまでついたよ。プレッシャーで多分遅く感じたんだ。面白い。最後は気の持ちようだったってことですね。最後は気の持ちようでしたね、あれは。ベルさんのプレッシャーでもう体感時間がもうそんなことが気の持ちようだったと。うわー。でデスバンドっていうのは先ほど、うん、途中で説明しましたよね、はい、結構叫んじゃうと、うん、でそこでまあ場所が特定できちゃってたっていうので、うん、さらにこう見つけやすくなってたと、うん、いうことなんですね、うん、で生存者、はい、その回復した生存者と、うん、回復された生存者が近くにいると、うん、この心音が聞こえなくなったりするので、うんうん、近くまで気づかないっていうのはあったりしますね。なるほど。じゃあ多分このリージョンっていうこのキラーがこの負傷状態を巻きやすいっていうことを多分起点に今回パーク選んでらっしゃる感じですかね。傷を多分起点にパークが、ね、なってますもんね。いや治療が大変ですからね、こうなると。うん、すると治療すると今度は悲鳴も上がっちゃうし、でずさんな肉屋でね、その血もかなり出ているし、うわ、すごい、自己治療してるのに一生なんかドクドクしてなんかフラフラしてたもんな。そうなんですよ、ずさんな肉屋というパークでそもそもその自己治療も遅くなってたんですね。なので、だいぶこうもたついて発電機が触れないと。いやー、見事だな。パークの組み合わせ一つでね、はい、そういう意図を明確に持った攻撃ができるっていうことなんですね。うん、そうなんですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。そうですね。それぞれのパークの連携もね、相性とかもあるわけですね。ありがとうございます。コメントの方も今回すごい、めっちゃ勉強になりますっていう方もね。よかったです。ね、さあ、マリさんもとっても楽しく勉強になりました。今日も蛍光みどりちゃんと DJ。DJ。DJ なんですよね。いやー、本当に楽しかったな。ありがとうございました。ありがとうございました。なんかこういう風にやっぱいいね、勉強しながら楽しくこれやれる感じいいっすね。そうですね。素晴らしい。うん。普段だってなんで負けたか分かんないこと多いですからね。そうですね。なかなかこの細かく聞く時間はね、こう番組っていうのもあってね、なかったりするんですけれども、今回ちょっと自分のチャンネルということもあって贅沢をさせていただきました。はい、いやーありがとうございました、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとまたもしよかったら、いやもう全然、ね、いつでもお声掛けしてください。もうありがとうございます。なんかチェイスに特化した回とかもやりたいですね。あーやりたい。確かに確かに、サバイバー側でやりたいですよね。ですよね。だ逆にそのベルさんの6分間チェイスの動画見たんですけど、あ、はい、はいはいはい、ベルさんありましたね。多分6分間になりますよね。もうなんかもう無理っす。無理無理。あれってちなみにこのチェイスって、はい、コントローラーだと限界があるのか、そういうものでもないのかってどうですか。結局のとこ最終的にはやっぱり立ち回りというか、うん、その、ね、まあ、板と窓枠をどう使うかっていう感じになってしまうんで、うん、心理戦になってしまうんで、うん、まあ言ってみたらもうコントローラーも、うん、キーボードも最終的にはあまり関係なくはないかな。
なんか視点変更がもしかしたら結構のマウスの視点変更はやりやすそうだなっていう感じがあったりとか、あと回転ですかね、旋回はマウスがね横にシューってやるだけでねできたりとか、うん、そういうのはあるのかなとちょっと思うんですけれども、結局なんかやっぱり心理戦になってしまうんで、キラーがどう動いてどうこう追いかけてくるのかを読む、この読み合いになるのでお互いが、そこが結局大きなあの課題なんじゃないかなと思います。読み合い、はい、まあ読み合いのとこまで行きたいですね。そうですね、読み合いができてくるとこれめちゃくちゃ急に視野が開けてものすごい楽しさになってくるので、ですよね、そこにまずたどり着くまでの最低限のスキルをちょっと一個一個やっていきたいなと、うん、思います。今回本当にベルさんありがとうございました。ありがとうございました。さあそれでは、はい、りょうくんどうだった？そうですね、やっぱ心理戦にまだ、たどり着けてないんで、そうなんだよね、窓枠を越してベルさんに突っ込むっていう自ら向かっていくみたいなちょっとのもあったんで、ちょっと落ち着いてこうやっぱチェイスをできるようになりたいですね、相手を見ながら、ね、でもいい、すごい勉強になりました、ありがとうございました。ゆうくんどうだった？いや本当に僕の生き様ではもう到底出会えないようなこんなデロバ界の猛者の方をご紹介なさるあのゆきさん、やっぱポケモンなんだなってゆきさん、なんて言ったんや、ゆきさんなんて言ったんや、ゆきさんってやっぱあのポケモンだなって思ったのと、あと本当にあのクロクロちゃんモデルをあの買おうって最初にあの決めたのが、あの実はベルクラさんのあのクロちゃんであのフィールドに最後の一人残されてしまった状態で、あのお釣りになられてしまって、そこから自力4パー引いて最後脱出した動画かっけえなって、あーありました、はい、強くなりてえなと思ってクロちゃん選んで、なるほど、あの師匠って呼ばせてください。いやいや嬉しいですよ、贅沢な、ありがとうございました。こちらこそです、本当に、いや嬉しいの、ありがとうございました。そういう経緯があったんだね、ゆうくん、まさかのねえ。さあ、そしてりょうたろう、どうでしょう？いやもう楽しかったです、めちゃめちゃ、もういやめちゃくちゃデドバの多分、いや本来の多分僕のこの楽しかった本来の楽しみ方の楽しいじゃなかったので、もう僕はベルさんとお話できて楽しかったです。焼き鳥がすごい気になりました。やばいな、マンツーマンの会話が楽しかったっていう、もうリュウタロやばいな、ね、これはやばいですね。このままご飯に行きたい感じになりましたからね。いや行きたいですね。デートバカイしました、デートバカイ。またぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。ご飯に行きたい、ベルさんの最後に一言受けたりでもいいですか？はい、こういうあの機会ってほとんどないので、うん、意外とそうなんですね。いやないです、一人一人なんかこう、なんか教えるみたいなのあるんですけど、こう皆さんにこう4人全員にサバイバーをこうキラーやりながら教えるって一回もないかもしれません。なので貴重な経験だったなっていうのと、はい、なんか本当に自分でも勉強になりました。本当ですか？いやいや、そう言っていただけると。こうやってやれば、まあ、ちゃんと伝わるのかなって、説明も勉強っていうか、改めてこう言語化する、できるように、もっと頑張ろうな、かなって思いましたね。優しい。優しすぎるよ、ベルさん。ありがとうございます。またぜひよかったら。ぜひぜひ。なかなかね。こんな愉快な仲間たちでお届けしている感じですけれども、ぜひまたね、遊びに来ていただけると嬉しいです。はい、ありがとうございます、ブグラさん、はい。ありがとうございます。ありがとうございました。というわけで、見ていただいた皆さんも本当にありがとうございました。ちょっと遅い時間だったんですけれどもね、明日も皆さん頑張ってください。ありがとうございます。さあ、そして次回なんですけれども、7月、まあ、次回が水曜1日ということで、ちょっとまだあのどうするかね、検討中ですので、また何か決まったことがある際はツイッターとかでね告知させていただきますので、よろしくお願いします。まあ、やっぱこういう感じでね、学びながら行きたいね。まあ、ね、すごい貴重な機会をね、いやいただきましたね。なんか今までも十分楽しかったは楽しかったじゃん、こう楽しくワイワイやってさ、あれも全然いいんだけれども、そこになんか基礎的なこういうスキルとか知識がねついてからだとより楽しめる感があるなと、俺もいろんなことを通して感じましたので、ぜひこれからもね、あの一歩一歩我々やっていきたいので、皆さん的に見てる方でね、あのもしかしたらあのもっとうまくやってほしいみたいな
それかもしれないですけども、その一歩一歩を見守っていただけるとね、嬉しいなと思っております。ね、コメントの方もね、結構まだこれきっかけに、僕の番組きっかけにデトボ始めたよみたいな方もね、ちょいちょいいらっしゃるように、素晴らしい、なってきてくれたのでね、ちょっとまあ今日も本当改めての第一歩っていう意味もありますかなと思いますので、ぜひぜひこれからもよろしくお願いします。お願いします。さてこの後自主練できるやつ自主練しておこっかな。さて行きますか。というわけでありがとうございました。本日のお相手は小野勇気と誰来る誰来る？赤澤亮太郎だ。かぶった。宮崎優斗。北村亮斗。おい、そして特別講師の柏木ベルクラでございました。ありがとうございました。最後はですね、みんなでデッドバイバイと言ってお別れしております。お、わかりました、はい、それでは皆さんまたお会いしましょう。せーの、デッドバイバ イ, バ イ, バイ。ありがとうね。ありがとう。